じゃない？ん？そういうデザイン？開いたとこ開いたままでもいいでしょ？開いたからって産まなきゃいけないってわけじゃないでしょ？ほら。ん？変な感じ？ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン。例えば僕にとってうちとは、汗まじりの自分の匂いが染みついた布団であり、そこに寝転がって眺める薄い板張りの天井であり、誰もいない時にふと眺めやるこの暗い玄関、ドアの脇の小さなガラス窓の白い光、その窓枠にかかっている、いつだったか取り違えてきた古い子供用の傘の擦れた赤い握り手であり、そんなものがいつの間にか吹きたまって瀬戸物をくるむように僕を包んでいる。それが